こんにちは、すちのこです。さあ今日もね、夜7時に、フレンドね、募集したいと思います。フレンド募集じゃないね、通信していきたいと思います。誰か来てくれるかな。自分で募集、フレンド、なんでも OK。 よしよし、行こうか。みんなでもあれだね、アタッカーばっかりだね、やっぱり。何、あ、なんかやりたいのある？OK。 慎太郎くんのが出るのか、音も。ちょっと待てよちょっと待てよ、ちょっと待てよ。え、マジでおすすめレベル70なんだけど。よし、行くか。レベル70いけるか。おいおいおい、あやとり様出したの？もうマジかよ、慎太郎くん、あやとり様出したの？あやとりかな、やばいあやとり様って僕まだ戦ってないんだけど、いけるかな、マジで。強すぎるよ、マジ。お、ちょっとちょっとあやとり様出るんだ、もう一瞬で、一瞬でやられるよ、それはこれ強すぎるわ。あ、うわ、悟空ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、悟空だったら絶対やばいでしょ。ヒーラーがいなきゃ無理でしょしょうがないなレベル高すぎだよ、悟空は。さて、ちょっとみんなを、みんなのあれを見つつ、僕は避けていかなきゃいけないね。お先真っ黒はこっち。はい、お先真っ黒はこれね、パターンが分かればまあ大丈夫ですよね。振り下ろしボーン、大丈夫だね。よし、黒玉 OK。 よし、気をつけて、みんな、みんな気をつけてよ。気をつけて、気をつけて、気をつけて。さあ、ちゃんと見てなきゃ大丈夫かな。赤は燃え桜火炎、動くんだよ、動くんだよ、みんな、みんな動いてね、動いて動いて。ダメダメ、助けに行ったらダメ、助けに行ったらダメなんだよ、あれ長いから。何が出た？燃え桜赤玉。危ない、ダメだ、ちょっとごめんね嘘ー、ちょっとまずいぞ。あー、やっべ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 、危ない。ふう
ふう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 。危ない爆弾。あぶねえ。あやべやっべ一発で気絶しちゃった。ああやっちゃったああやっちゃった。また避けれない。強すぎるよ本当。ちょっとここら辺のとこよ。おお、よし。みんなでバシバシ言わて痛い痛い。いやーいいねバシバシ言うの光くんとなんだこれ、お湯の掛け合いみたいな感じ。慎太郎くんとお湯の掛け合いしてるみたいな。いいね。あーなんか修学旅行みたいな感じだな。いいじゃん本当にトーンマンの荒縄いただけました。これはちょっと弱すぎだろ。みんなみんなそんなくれるの。いいのに。コマバトルしようぜよ。何選んだかな。またうわ、あやとり様かよあやとり様行く？これ絶対無理でしょ。歌舞伎ロイドか。我こそは妖怪歌舞伎の歌舞伎ロイド無理でしょう。すごいじゃん、歌舞伎ロイドも出てんの。もうただヒーラーが今回いないからね。おおっと食らっちゃった食らっちゃったよ。Woo!
昇天しちゃったゲラゲラ、もうチャット打つしかないよ成仏なうて出るんだ、死んだら頑張れとか、光くん、ゴバサスゴバサス、絶対的な勝ち目ないけど もう俺はこうみんなを応援することしかできない。もう昇天しちゃうもう昇天してるけどね俺。お、今度光くんが全回復だね。光、頑張れ光、よろしく。昇天してたらもう喋ることしかできない。光くん強いね、光くん強いわ。強い強い、うまい。ヒカルくん、さすがあのランク15なだけあるね、分かってる戦い方を。俺避けられなかったもんな。あー頑張れヒカルくん、頑張れヒカル、ゴーバスターズあー、いやー長い戦いだったねハハ、面白かったよ、ありがとう。よし、じゃあそろそろやめるよ。ありがとう、お疲れ様。よし、じゃあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。いや面白い、まあまあ面白かったんじゃないかな。またね、夜7時ぐらいにフレンドとね協力して、次はね強い妖怪と、ガチでね戦えるように僕の方もちょっとねレベルとランクもね上げていきたいなと思ってます。ということで、ツチノコでした。